ドリーマーの皆様、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。僕、ドラえもんです。本日は、戦力差100万をひっくり返す、ジャイアントキリング編成の脅威について解説していきたいと思います。と、その前にいつもの告知。はい、こちら、運営公式のキャンペーンとなっておりまして、ドラえもんがアンバサダーを務めさせていただいております。課金額の最大 25% が還元されます。非常にお得なキャンペーンとなっておりますので、ご興味ある方は、ぜひこの動画の概要欄、もしくは、この動画の最後のサムネイルからご覧いただければと思います。このキャンペーン非常にご好評いただいておりまして、よもはよもやと気がつけばこの動画も1万再生を突破しているような、そんな状況でございますので、ご興味ある方はぜひご検討いただければと思います。はい、ということで本題に戻りまして、本日はですね、100万差ですよ。戦力100万差をひっくり返すジャイアントキリング編成ということでお伝えしていきたいと思いますが、はい、まずこちらですね。前回の動画で配信させていただいた、この日本版のダークテイルズのティアランキング表というところになりますが、トラモン、これが頭に入っておりますので、まあ、これを元にしながらですね、ご説明していただければいいかなというふうに考えております。まあ、今、様々なコメント、ユーザー様からいただいておりまして、ぜひね、そういった意見も反映していきながら、適宜見直していきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。でですね、このランキングの動画を出してから、いろんな、なんて言えばいいでしょう、方々から、その、ランキングの、海外版の解説ですとか、ランキングの動画が今、溢れ返ってますので、ちょっとトラえもん、思考を変えて本日は行こうかなというところで考えているところでございます。でですね、何を、解説していきたいかと言いますと、コロシアム、このコロシアムのですね、はい、この右の頂上戦ですね、この模様ですね、ちょっとトラえもんのサーバーの頂上戦の模様を見ていきたいなというところになってきます。これですね、毎週火曜日と金曜日に、開催されるのですが、まあまあ、もう強者の方々が非常にレベルの高い戦いをされてますので、ぜひ、ドリーマーの皆様、これね、試合見れますので、これ見ながら、いろいろとこう、まあ、勉強にもなりますし、いろいろとこう見ていくのは非常に楽しいのではないかなと思いますので、これ、おすすめのコンテンツですね。勉強するにはうってつけのようなところかと思います。で、一応ですね、この頂上戦、どういった内容かと言いますと、先ほど申しました通り、火曜日と金曜日ですね、の、順位戦、ね、あれで、要は、毎日挑めるやつですね。あれでトップ128のドリーマーが、選抜されて、挑めるということになりますと。で、まあ、いろいろ締め切りなど書いてるんですけれども、で、スケジュールですね、この下に書いてあります。これ、仕組みは、後ほどお見せしますが、まあ、簡単に言うとですね、サッカーのワールドカップって言えば分かりますかね、のようなものになってまして、予選があって、で、その後、リーグ戦になって、で、最後がトーナメント戦になって、で、1位が決まるというものになりますね。で、その過程の中で、どっちが勝つかっていうのをこう予想することができるんですよ。バラを使ってですね、ベットをするんですけれども、それによって、より多くのバラを手に入れて、で、このバラはショップで使える、この真ん中のマークのアイテムですね。これに変換されますので、非常にね、このショップにも豪華な、アイテムが揃ってますので、ぜひ、ベットしていただければいいのではないかなと思いますと。で、トラえもん今回ですね、このトーナメント参加できまして、結果的にはトラえもん自身はですね、これ全部で、何だったかな、33位とかだった気がしますね。この一番下のですね、私の試合グループ32級決勝という形でトーナメント進んでいくんですけども、ここがですね、1位2位に入っていれば次の32強の試合に入れたんですが、ちょっと届かなかったな、惜しかったなというところになりますね。はい、で置いといて、この中でですね、今回これ、はい、この試合がですね、まず今日まず一つ目ご紹介しますが、すごかったんですよ。これトラえもん見ても興奮しましたね。はい、戦力524万対433万です。で、勝者は433万の方が勝ちましたという試合になっています。でですね、いや、これ本当その、まずアクティブスキルを見ていくとですね、この上ですね、キャラクターの上にあるアクティブスキルなんですが、この右の方、戦力が低い方は、
まあ、非常になんて言えばいいでしょう、ランクの低いその例物を使ったアクティブスキルになってまして、まあ、明らかにですね、そのレベルですとか、アクティブスキルのその質が全然変わってくるというところです。がどっこい勝ってしまうというところになりますということになります。実際の試合この後ご覧いただければと思いますが、ちょっとキャラクターだけ見ていきましょうか。右の方ですね、これね、あのトラえもんの作成のティアランキングの、SS キャラが、2体で S キャラが2体っていうようなところで、結構ねその単体としての能力の高いキャラがバチコンと揃ってる形ですね。で左の方で言うと、ティアランキングで言うと SS が、2体いますが、その他ですと、まあ、S も1体いるというところになりますが、まあ、単体のですね、そのキャラのその何て言えばいいんでしょう、性能ですかの、ラインナップで言うと、まあ、この100万戦力が低い方の方が、まあ、豪華としてはラインナップという、あ、いいラインナップというところになりますね。あとポイントは、この戦力100万の方、このね支援がとにかく分厚いですよ。はい、まず SS の薬の魔女ですね。あとは、これも S ランク、ヒーラーとしては最強のソフィーがいますよね。もうとにかくこの2体で回復をしていく。でポイントは前衛の千一夜の王ですね。これがね、あの S ランク、唯一 S ランクに入っている主演キャラになりますが、これがほんとね効いてきます。もうタンクとしては超超超一流、アタッカーとしても一流ということで、ティアランキングの時はご説明させていただきましたが、まさにねこの千一夜の方がね効いてくるんですよというので、基本的にはプリス王子でガンガン攻撃をする、もうプリス王子アタッカー唯一って感じですね。でシンデレラで、時たまに凍結をしながら、とにかく前衛で守りながらシーンで回復しながら、もう死なずに倒していくというようなスタイルになるかと思います。はい、で向かって左の方はですね、どちらかというとアタッカー寄りですね。はい、支援キャラは1体というところで、プリス王子と白雪ユリと黒の王子とブリトニーで攻めていくという形になってくるような、スタイルでやっておりますね。はい、というところで、まあ実際ですね、この戦力100万差をこのパーティーがどうひっくり返していくのかというところをですね、ご覧いただきたいなと思います。ご自身のですね、そのパーティーを、編成ですね、編成を作る上での、これは本当に非常にいい参考になるなと思いますし、トラえもんもですね、これ非常に勉強になるところがありました。はい、まあ特にランキングの強者の方だと結構支援をね分厚くしていたり、というところもありますので、これはねぜひぜひ今から試合流しますのでご覧いただければと思います。それでは早速参りましょうか。いざ開戦というところで、はい、まずはそれぞれの例物ですね。はい、向かって左の方が戦力500万の、方ですが、やっぱりねまず例物のあれが違いますね、ランクが。あ、で1ターン目シンデレラの凍結が全く効かない、まあ確率 40% ですからね、たまにこういうこともあるかなというところですが、はい、千一夜の方がもうすごいですよ。まず HP を自己回復して、この青いゲージは今消えましたが、100% 以上回復ができるというその特性を持っています。かつ千一夜の方は、後方の、キャラクターのですねダメージを、1点に引き受ける、かつ引き受けたダメージを 65% にするという能力がありますので硬いんですよ。でさらにダメージを受ければ受けるほど、ダメージへの耐性防御力が上がってきます。はい、で全く知らない、そこにソフィーの回復力、薬の魔女の回復力、そして千一夜の、はい、今これ緑の、十字架ですか、上に上がってますが継続回復をも持っているというね、もうこの千一夜のがとにかくもう高すぎる壁なんですよ。見てください、 HP 減ってるんですよ、こんなに。がもうどんどん回復していくんですよ。もうとんでもない前衛です。もうとにかくね、まずこの千一夜の方が効いてます。であとはとにかくね、もうプリス王子ですよ。向かって右、戦力100万低いからですね、プリス王子だけでガンガンやってますね。とにかく千一夜の王で守る、この支援キャラを守る。で支援キャラは支援キャラ全体を回復する。でプリス王子で死なない中でどんどん相手を削っていく、
相手の方はですね、戦力500万の方はヒーラーがね、薬の魔女しかいないので、もう追いつかないんですよ、回復が。戦力100番差ですよ、この戦い。これでこれだけ圧倒的な、戦局、今ご覧いただいているような状況になっているわけです。はい、シンデレラ、あ、また1回凍結がありましたね。はい、凍結は3回攻撃されるまで解除がされませんというところになります。はい、まあ、トラえもん的にはね、SS キャラとしておすすめした、竹取加賀ですねの魅惑が最も強力なデバフというところかと思いますが、まあ、凍結もね非常に強力な、デバフですね。はい、あんまでもかかりませんね、なかなかね。まあそれにしてもね、関係ない、もう凍結がかかろうがかからないが、ああようやくといったらですか、千一夜のが倒れましたが、もう時すでに遅しですよね。もうあとはソフィーと、薬の魔女が守られてましたので、もうヒーラーがバッチリ生き残ってるわけですよ。であとはもうプリス王子で、はい、ガンガン削ってきますよ。このプリス王子あれですね、攻撃するたびに回復してますので、吸収ベアをつけてますね、ベスビアですね。攻撃をするたびに、そのダメージの割合を回復すると。なのでプリス王子も硬いということで、まあよく考えられている編成だなと思います。非常によくできてますね。もうとにかく死なない、誰も死なない、ただプリス王子でガンガン攻める。プリス王子も死なないけれども、はい、でまたプリス王子いきますよ。はい、プリス王子がいきます。この連続、はい、でまたプリス王子、これ連続ベスビアもついてますね、プリス王子は。はい、ということでフィニッシュということになります。いやー、すごいですよね。というのがジャイアントキリング編成ということになります。で最後はですね、せっかくですのでこの決勝戦見ていきましょうか。もう戦力差300万もありますのでね、もう結果はもう見えてるというところになりますが、まあ、向かって左の方はこれまたですね、もうアタッカー白雪ゆりだけなんですよ。ただ白雪ゆり見てください、もう星ランク15ですよ、マックス、半端じゃないですね。であとは、支援キャラオンリーですね、4体とも。なので白雪ゆり編成ということになるかと思います。いやー、見ててください、もうとにかくね、まあまずか、あ、まずもう霊物のレベルが全然違いますね。でアヒルの子でまず、水の盾と先制攻撃と、支援をしつつ、はい、白雪ゆり1回目2回目3回目と、いやー、これね、もう天部の、スキルですか、あとはルーンのスキルですね、もうこれ完全に決めてますね。はい、もう白雪ゆりを完全にとことん育成してますね。もう全然、見てください、この白雪ゆりの殲滅力、もうずっとクリティカル出してますからね。白雪ゆりはとにかくクリティカル率の高さが何よりの強さの秘訣なんですよ。そこを高めて、もうずっとクリティカル、もうめちゃくちゃなダメージです。いやー、にしても見てください、もう支援が半端じゃない、もう半端じゃないですよ。もうこうサザエ姫 の継続回復も効いてますしね、薬の魔女もいて、ソフィーもいて、アヒューの子までいて、で白雪ゆりだけで倒していく。いやー、これはね、もう極めてらっしゃいますね。はい、いや、これ他のサーバーとも比較してこの方ダントツで強いですね。はい、見たところ。ということでフィニッシュと、お疲れ様でございました、チャンピオンということになりますね。はい、ということでですね、もうご覧いただいた通り、まあ何より1戦目ですね、ジャイアントキリングの編成、まあ最後のチャンピオンの方もそうですが、まあね、この支援とやっぱりアタッカー、もしくは前衛をどういう割合で編成を組んでいくのかというところがポイントですね。ただやはりその支援か前衛で守りをしっかり固めていないと、いくらアタック力が強かったとしてもゴリゴリ削られて倒れていくというのが、まあ一つ今回分かったところ、皆さんご覧いただいて参考になったところではないかなと思います。はい、で最後にですね、冒頭に申し上げましたキャンペーンのサムネに流れますので、ぜひご覧いただければと思います。ということで本日は以上です。またですね、ティアランキングですか、あれの補足のご説明もまだまだ必要かなと思ってますので、またそのあたりも、解説していければと思います。はい、それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。